ヒョウモントカゲモドキのレオパちゃんの便検査です。便とあったかい生理食塩水を混ぜて、400倍で顕微鏡検査してます。そうするとですね、こういう細かいのがめちゃくちゃ動いてるんですけど、これ細菌です。でちょっと活発に動きすぎだから、なんていうのかな、腸内細菌層がすごいバランスが崩れてるかなと思われます。で原虫はこの画面を横切る動きをするのがそうなんだけど、ここにはさっきも見てたんですけど、原虫らしい動きをするのはいないかな。ただ最近は、便に細菌が出てるのは正常範囲なんだけど、こんなに活発に動くというのはちょっと異常ですね。それから今400倍、100倍、40倍に倍率を下げて、ここで線虫の卵がいれば見つかりますけども、これはいないようですね、この直接法では。ただ、あとで浮遊法というのが出てきますけども、そこでいるかもしれません、まだ、絶対いないとは言い切れません。それから便の未消化反応。炭水化物の未消化反応があると、こう黒っぽく映ってきます、こういうとこですね。未消化反応、炭水化物の未消化反応はあります。便自体もちょっと柔らかいかなと思いました。この下うんちはね、この辺なんかかなり未消化反応が出ています。それから次、脂肪の未消化反応。脂肪の未消化反応があると、便が赤く染まったりしますね、未消化の部分が。脂肪の未消化反応はなさそうですか。なさそうですね。今で何分ですか。今何分、もうそろそろ2分。もうそろそろ2分。その回だけちょっと原虫のチェックします。1回だけね。はい、いないよな原虫。あっと、原虫はいなさそうだと。でも細菌層はかなり崩れて、かなり運動が激しいかなと思います。はい、以上です。